はい、皆さんこんにちは。はい、今回ですね、ジュラシックワールドゲーム、いつも通りですけど、今回はね、こちらのね、VIP 限定イベントですね。こちらをあと22時間しかないので、まあ約1日ですね。はい、こちらをやっていこうと思います。最近ね、この深海の恐竜たちとか、今日かな、アリーナ展示ということで、ミクロポサウルス、スーパーレアで、展示されてますね。はい。こういう、イベントがね、最近ね、結構、頻繁に来ますよね。なんで、結構、いいですよね。皆さん、ジュラシックワールド楽しまれてますか？はい。僕はもう、全然もうね、ハイテンション。ハイテンションみたいな感じで楽しんでおります。はい。じゃあ、とりあえず、VIP 限定イベントですね。こちらをね、やっていきたいと思います。はい。ちょっとね、モコタンのね、モコタンがちょっとね、今ちょっと乱入してきて、今、一緒にやってるんですけどね。はい。とりあえず、VIP アクセスということで、はい。1試合目は、オスタポサウルスの草食竜2体ということで、これはなかなか、でも、オスタポサウルスが、まあ、まだ1回進化しかしてない。いやー、すぐね、もう速攻でもうちょっと映像がブレちゃいましたね。本当にランダムですよね。時の運というかね。とりあえずですね、オスタポサウルスで草食竜が2体ということで、1番手のオスタポサウルスは、まだ1回進化しかしてないので、メトポサウルスを当てていきたいと思います。そして、最近はあまり出番がなかった、とか使ってなかったインドメスレックスですね。こちらを使っていこうと思います。この感じでいけるのかな？941。多分これでいける。行きましょう。レッツゴーホー。さあ、メトポサウルス対、オスタポサウルス。一回進化ですけど。はい。これをまたね、微妙にワンパンできないのが痛いですよね。さあ、2からの1。はい。ということで、まあ、3ですよね。はい、ガロスですね。で、ほら、メトポサウルス可愛いし、強い。はい。草食竜、ウェルホサウルスですね。はい。2アタック。あ、結構痛いね。でもまあ、溜めておけば、次、もう、イントミアスレックスなんでね。はい、3マックス使ってくる。あー、痛い。はい。おっと、低評の登場です。久しぶりですね。アンポードシーン見るのは。さあ、こんな感じかな？オッケーですね。はい、寝転がるだけっていうね。さあ、アンタークトペッパー。こいつも懐かしいですね。何気にね。はい、ワールドガキのヒップアタックという感じですね。じゃあ、もうマックスでいきます。はい、マックス。泣け、叫べ、そして死ね。さあ、やったね。今のネタがわかる人は、ちょっとね、世代がね、ちょっとバレちゃいますよ。はい。そして、1試合目ですね。1試合目来ましたね。OK。2試合目来ましょう。はい。結構、また結構、色鮮やかなパーティーでございますね。クーラサウルス。じゃあ、プテロダクティルスを当てて、どうしようかな。2番、多分交代してくるので、草食竜。まあ、そうっすね。ウナイリンクスとかね。はい。あとはインドネス X。こんな感じでいきましょうか。レッツゴー。はい。さあ、
テロダクティルスでワンパンできないこの微妙な体力。クーラサウルスも懐かしいな、本当にね。あ、やっぱ交代してきますね。からの1アタックと。あ、痛いな、結構痛い。というわけでこっちも交代します。はいはい、帝王の登場ですよ。さあってワンパンして、はい、寝転がるだけ。あんま痛そうじゃないですよねこれもっと痛そうに吹っ飛んでほしいなみたいな。さあ何もしてこなかったということなんで、こんな感じで待ってみますか。プテロダクティウスね。お、3マックス。お、結構痛いね、やっぱり。そしてこっちは6溜まっているので、もう3マックス取れたよね。はい、 OK。 さあラストはクーラサウルス。こいつクーラサウルスね、ほんとこの色合いは好きなんですけどね、ほんとに。4マックス4マックス使ってきたか、意外だな。さあウナイリンク、得意属性ではないですが、こいつでもうワンパンしちゃいましょう。はい、レッツゴー。ほら、なんかすごい淡白、音が鳴ってないよっていう感じですね。音が鳴ってない。しかしウナイリンクスかっこいいですね、本当に。さあ、3戦目いきましょう。3試合目はおっとこんな感じか。なるほどね。じゃあインドミス X を一番手に入れて、あとはプリオトロドンが、まだ2回進化なんで、多分メトポサウルスでいけると思います、これはね。で、メトポサウルス1体で2体勝利するのはちょっときついので、プレストスクスが入れようかな。こんな感じでいきましょう。はい、レッツゴー。さあアパトサウルス、体力高いね。交代してくるでしょうね。さあ、おっと、交代してこない。なかなかの度胸ですね。はい、こいつは。さて、どう出てくる。さあ、ここで交代。はい、1からの、何もしてこない。じゃあプレストスクスあたりで行きましょうかね。これでワンパンできたら嬉しいな。よっしゃ、ほらワンパンだぜ。でプリオトロドンできますね。さあ4マックス使ってくる。しかしまだこちらは両生類、メトポサウルスが控えていた。さて、これでワンパンかな。OK かな。よし。ほら。このワイルドファイヤーのこうちっちゃい尻尾でね、吹き飛びやがれって感じですね。さて、これは属性が、関係ないので、マックスでいってもいけるかな、これは。さあ、おっ。ほら。ほら、このちっちゃい図体で、バカでかい図体を倒したよ。噛み砕いたよ。やったね。いや、メトポサルスいいね、ほんとにね。色合いがもうちょっと紫っぽかったらよかったかなーって感じですけど、さあ、4試合目。肉食が3体なんですが、3回進化。してますね、全キャラ。ということなんで、オスタポサウルスを1体
入れて、メトポサウルスで、プレストスクスかな。キャッシュが安いんでね。でなおかつ、オスタポサウルス並みの、まあ、軽くですよね、こちらはね。うん、さあ行きましょう。さあ、うん、何気にねワンパンできないみたいなね、一発目で。うん、おっとリーチアタックしてくる、ワールドアーケード。さて、よし、ほら、さあ2体目の帝王2アタック1アタックか。うん、なるほどね、割とワールドアーケードがしてきますね。はい、これオスタポサウルス1体でいけたんじゃないか。もしかしたら、うん、はい、サンマックス、あ、これ死んじゃうかな、これは。うん、死んじゃうね。うん、やっぱり呼びがいる。うん、メトポサウルス、さてワンパンしちゃいましょう。ほら、これね結構痛いっすよ、これトゲがついてるんでね。金先っちょにね。うん、はい、ということで4試合目終了ですね。うん、いやー、なかなか、おっと、プリオトロードのレベル40が2体ということなんで、これはちょっと、気を引き締めていかなければならないかなという感じではあるんですが、まあ構成的に最後がオスタポサウルスなんで、翼竜を入れるというのもまあありっちゃありですね。とりあえずオスタポサウルス1体入れて、多分オスタポサウルスこの1体、いや1体ではクリオトロドのレベル42引き倒すのは無理かな。うん、ということでメトポサウルスを入れて、最後に翼竜を入れましょうかね。プテロダク、どっちにしようかな。プテロダウストロ、プテロダウストロで。じゃあ、こっちは、今回はこんな感じでいきましょう。はい。レッツゴー。ファイナルラウンド、ファイト。さて、ワンパンできないです。交代してくるかな、もしかしたら。はい、交代してきましたね。さて、これで、1ガードしてたら、どういくんだっけ。これは、3アタックじゃないと倒せないのかな。うん。さて、2からの2。はい。オッケーですね。じゃあ、ワンパンしちゃいます。はい、オッケー。あとは、レベル40のプリオトロドン2体。あ、かなり。肉食でね、一番強い、やつですけどね。はい。ほら。肉食の最強の、まあ、何気に、ね、帝王を超えてるっていうね、こいつが2体ですよ。相当ですよ。はい、やっぱり1匹はやられちゃいますね。どうしてもね。でもメトポサウルスで、我がメトポサウルスよ。行け！ほら！これ気持ちいいね。この、頭突き。はい。で、可愛いしね、メトポサウルス。さあ、よっしゃ、やった、レジェンドパック、来ましたね。さあ、何が入っているのか。さあ、500キャッシュ、2100DNA、ディメトロドンですね。こいつはプリオトロドンのハイブリッド要因ですね。はい。
いやー、いいですね。650ポイント。さあ、まあ、こんな風にね、こんな感じで今回は VIP 限定イベントですね。もうやっていきました。だいたい VIP 限定イベントは、僕が、まあ、手持ちの恐竜が強いということで、まあ、毎回同じような構成の、まあ、敵構成なんですが、あまり強くない、そんなに、そこまで強くない、所持ですね。恐竜の所持。あまり強くない恐竜しか所持してないという方の場合は、一戦目はね、簡単みたいなんですけど、VIP 限定イベントね。はい。ただ、2戦目以降から、ちょっとハイブリッドが出てくるという情報が、リアフレからね、聞けましたんで、まあそこはね、ちょっと、まあ、相談して、要相談して、まあやってもいいし、まあやらなくても全然、まあいいという感じではありますが、ただ、まあ VIP にね、加入しているのならば絶対やった方がいいですね。ゼガヒでもやった方がいいです。はい。一回クリアすれば、元が取れるんでね、VIP、VIP の会員費ですね。会費ですね。はい。一回で VIP の会費、なんか言うんだって感じですけど、一回で、レジェンドパック6000円で、VIP 会員費が、3ヶ月で5000円近くっていう感じなんで、一回ね、レジェンドパックゲットしちゃえば、元が取れちゃうっていう感じなんでね、ぜひぜひ頑張ってください。はい。というわけで、まだイベントはありますが、今回は、あまりね、連続して、イベントをやってると、ちょっと、ごっちゃになってね、ちょっとめんどくさいし、動画もめちゃくちゃ長くなるんでね、今回はこの辺でサクッと終わりにしようかなと思います。はい。いやー、何気にね、このトレード、頻繁にチェックしてるんですよね。結構。皆さんチェックしてますか？はい。こうやって、こういうコインとかでね、交換できるやつは、積極的にやった方がいいですね。コインが、もう、カンストしてしょうがないっていう人はね。これは、まあ、後にしときましょう。はい。VIP ポイントで DNA。これ美味しいですね。で、最後の、これは、お、いいですね。スーパーレア。スーパーレア。先日も言ってましたけど、スーパーレアは、見逃せないと。個人的にね。やっぱ、こいつも、そのうち、ハイブリッド要因として、使われる日が来そうな、まあ、感じなんでね。どんな恐竜が、ハイブリッド要因になるのかっていうのはもう想定できないんで、いろんな恐竜をね、やっぱ所持してた方が有利なんでね。はい、こういうのも交換しておきましょう。ちょっと高いですけどね。さて、これは DNA で、あ、これいいな。麻酔ですね。これを3枚もらえる。1500DNA で。はい、DNA もちょっと余ってるんで、これ交換しておきましょうかね。はい。という感じですかね。これ、餌の割にはキャッシュ安いな。はい。まあ、こんなところですかね。はい。というわけで、今回は、VIP 限定の VIP 限定イベントですね。はい。毎度言いにくいけど、VIP 限定の VIP 限定イベント。こちらを5試合ですね。クリアして、レジェンドパックをゲットしてきたと。そして、あとは、まあ、VIP 加入してるけど、そこまで強くない恐竜しか持ってないという方への、まあ、メッセージというかね、アドバイスというか、まあそういうのと、まあ実際に、まあこうトレードをしてみたという動画でした。はい。じゃあ今回はこの辺で終了にしたと思います。じゃあまたねー。